はい、10月17日、今日は私の誕生日で、バイナリーオプションスペシャリスト社の販売は先生です。試験投資でもですけどね、新しいインジケーターの改良でですね、とても今日成績がいいんで驚いております。今1万920円まで稼いでるわけですね。今日からですね、12時57分、10月17日水曜日ですね。今日9時から始めてるわけですけども、またシグナルが出まして、これも勝ちそうですね。15分のバイナリーオプションでやってます。いろいろできますけれどね、通貨国は多いんでこれが一番いいですね。通貨国はね、17通貨国はあるんでね、選びやすいということですね。で、素晴らしいですね。まだね、今週ずっとこれ試験して、来週もまだ試験ですね。どうもね、調整し直すんですよ。ですから、また1週間は連続で同じね、設定で稼いでかテストしないと本番投資できないんですね、怖くてね。どうでしょうか、これも勝ちそうですね。途中で時間切れちゃうと思いますけどね。あ、いっか、5分はありますから、まだ撮影時間ね。これね、なんだ、ニコンのねカメラなんですよ。で、4K のねフルだとね7分しか撮影できないんですね。さあ、これ勝ちますでしょうかね。それでね、こちらの方はね 80% で分析させてるんだけど、シグナル数が少ないですね。70% 以上の勝率で分析させた方がいいんじゃないかなと。市はね、RSI なんですよ。RSI の調整、本体の分析とね、RSI が、から、AO とかね、AC とか入れないとダメですね。最初のシグナルだけはね、ちょうど上がり上昇がうまくつかめにくいということで、やっぱりそういう状況でね見とかないと。さあ、どうでしょうかね。あ、勝ちましたね。ここでね、この家豪邸建てられますわね。鉄筋コンクリートをね、もう豪邸建てようと思うんですよ。あ、12,800円稼ぎましたね。素晴らしいですね。このインジケーターは売ることできません。汚職になるんでね。これですけどね。このインジケーターは売ることできません。このインジケーターが裏で動いてまして、ね、デモでやってます。取引させてます。これインジケーターはね、販売はね、手を加えてね、稼げるのはいいんですけど、手を加えないで、このシグナル通り稼げるとね、稼げるとなると、法律違反なんですね。汚職になるんで、お金あげることになるんでね。法律違反で販売がどこもできませんので、ご了承ください。で、自分だけ使うということですね。ということを説明させてもらいます。結構難しいです、作るのにね。もうそのバイナリーオプションのスペシャリスト者になってからですね、ずっとね1億円近く投資してまして、稼いでね、2016年、それからね大変なんで、インジケーターを改良して2年間経ったんですね。あれから16、17、18年、その間ずっと稼いでません。ずっと開発でね、2年間もただ働きでずっとやってます。そんなことでね、私の生活費が全然なくなってきたという時なんでね、
2年間も大変な仕事してきております。で、このようにね、稼げれば自分の自家用ジェット飛行機を買えると。本田さんなんかもいいですね。ああいうジェット飛行機をね、買うことができます。あと、ここ豪邸建てられますということでね。まあ、ジェット飛行機はちょっと怖いからあれなんですけども、安全な鉄筋コンクリートの豪邸をね、ここ建てようと思います。最初ね、それで今テニスコート用の、土地を持ってますから、ここからねすぐ行けるんですけども、自転車で電動自転車で行くんですけどね、一番いいやつで、高いやつでね、それで出かけるんですけど、まあ車はね、電動ですね、電動自動車で、あと全自動運転ですね。その自動車まだ日本ないんで、それまだオープンしてないんで、4レベルってやつはね。だからそれができたら購入したいなと思いますね。まあ、億万長者、嬉しいですね、本当にね。今日は僕の誕生日で還暦60歳です。ね。大変いい時に、こういうギリギリ厳しい時にね、やっとできたかなと。もしできなかったら年金になっちゃうんですよ。食っていくのがないんで、年金になっちゃう。それ大変なんですね。早め、65歳から年金もらわないと、極端に年金安くなっちゃうんで、もし稼げなかったら大変なんですよね。で、もっともっと年金増やさないといけないんで、70でもね、